はい、ジャン君おはようございます。今朝起きたらですね、アンズちゃんはジャン君とポンちゃんと一緒に、この部屋の中でくつろいでたようです。そして、黒いケンパパが、わさわさトイレの掃除とかをしてる間にアンズちゃんはどこかへ消えてしまいました。ポンちゃんはいつものここね、いつもんというのはないか、大好きな中にいましたが、はい、どうぞ。はいはい、おはよう。あ、いた。アンズちゃん。はい。ちょっと手が届かない。アンズちゃんこっちおいで。テレビの裏が暖かいのでそこに行ってたようですね。はい、ジャン君。はい。ポンちゃん、ポンちゃんも甘えモードなのね。ということで、アンズちゃんにはですね、ケージに入ることを、促すことはとりあえずやめることにしました。自由にしてもらわないと、少しストレスを感じるようですね。ただこの状態で、人とすごく仲良くなってもらわないと、里親さんのところに行った時にですね、同じように、まあちょっと前ですけれども、部屋の隙間からですね外に出ちゃったりとか、その可能性の高い子だと今のところ認識していますので、人と遊ぶこと、人に撫でられることが大好きな子になってもらう、その作戦でいきますよ。いきますよ。はい。そして、カオリンちゃんですね。カオリンちゃんはおそらくまだシャーシャー言う感じでしょう。はい、ありがとう。今日はこっち半分ですね、このこちら側を開けたいと思います。カオリンさん、いいですね。ちょっとずつ人に慣れてくださいね。はい、お返事ありがとう。全部食べてくれそうです。はい、アンズちゃんはお薬入りのチュールを食べています。ポンちゃんは私はって言っています。そして誰よりもシャーシャー言ってご飯を催促しています。はいはい、どうぞ。はい、カオリンちゃん。カオリンです。はいはい、ご飯だよ。はいはい、カオリン、おいで。はい、どうぞ。おいで。あおー、結構長いね、シャーシャー。そうだね。でもさっきね、開けるとお水を取り替えたりした時はね、言わなかった、一瞬、一瞬言ったけど、その後何回か来ても言わなかった。はい、ご飯だよ。ご飯だよ。どうぞ。どうぞ。少しだけ。そんなに怖い？
怖くないよ。どうぞ少しだけ。はい、ポンちゃん。うん、あずちゃん食欲いっぱい出てるね。あんまり急いで食べて吐かないようにね。チュールの魅力には勝てません。あ、おいしいね、おいしいね、うん、おいしいよ。はい、どうぞ。おいしい、おいしい、おいしい。指をね、動かせるようにしておいて、喉とかを、うん、っていうのを、そういえば結構体勢が難しいけどね、うん、でももう汚れちゃったから指先。はい、しゃーさあ、ケーキも食べる。うまうま。チョコも欲しいかにゃ。下でなんかちょっと見てるな。欲しい、はい、よいしょよいしょ。どうしよう、もうちょっとまだあるよ。はい、どうぞ。かおりんちゃん、うん、おいしいね。顔が怒った顔から柔らかくまだなっていません。本当？顔にまだちょっと見えないんだ、かおりんちゃん。でもさ、時々さ、普通にも泣いたりもするし、うん、なんかカーテンの時はシャッて言わないし、ちょっとは良くなってきてるかな。かわいい。カオリンも顔ちっちゃいね。最近の子はみんな小顔で、はい、小顔で美人さんだね。あずちゃんもおいで、こっち。
時はね、シャーって言わなかったよ。今日はですね、あんずちゃんが完全フリー状態になって初めてのお留守番です。この間にですね、どんなことが起きているのかを収録したいと思います。ただし、接触が悪くなってですね、今はバッテリー電池で2時間ぐらいしか、取れません。 AC 電源からのコードを挿しても、動かないので、これもだいぶ経つんですよ。なので何も映っていない可能性はあります。ちょっとでも動きがあったら面白いなと思っているので、お楽しみに。それじゃあ、ジャン君、ポンちゃん、アンズちゃん、そしてカオリンちゃんはハンモックの中、行ってきます。